雨上がりの坂道を走る女性ランナー、日野カノンさん18歳、陸上100メートルのアスリートです。日野さんには広汎性発達障害があります。小学5年の時に陸上を始めました。今年3月に特別支援学校を卒業し、現在は仕事をしながら競技を続けています。練習はきつかったんですけど、でも走ることの楽しさがやっぱあったので、すごい楽しく友達とできました。中学高校と練習に打ち込み、去年県内の大会で優勝。自己ベスト13秒99です。この日は所属するランニングチームの練習が行われました。新型コロナウイルスの影響で日野さんは1ヶ月半ぶりの参加となります。現在日野さんが目指すのは2つの全国大会。出場するためには13秒台前半の記録が必要です。さらなるタイムアップを目指し、フォームの改善、筋力トレーニングなど地道な練習を続けています。走ることは好きですか？大好きです。走ってる時は何も考えないで、そのまま素直に純粋な気持ちで走れるので、そこが一番の魅力かなって感じで。日野さんの思い出の場所へ、ウェルキャブステーションから出発です。今回紹介するのはボクシーサイドリフトアップチルトシート車。ワイヤレスリモコンでセカンドシートが回転して車外へ。立ち上がりや着座を優しくサポートします。到着したのは栃木市総合運動公園。日野さんは去年5月この場所で100メートルの自己ベストを更新しました。ウサイン・ボルト選手の、楽しんで走ればタイムはついてくるからっていう言葉を桐生選手にかけてた映像を見て、自分も楽しんで走ろうと思って競技に臨んだら13秒99っていうタイムを出せました。それまでの自己ベストは14秒14。14秒台の壁はなかなか越えられませんでした。タイムとかにとらわれちゃってて、でもその言葉聞いてから自分で楽しむようになって笑顔で走ったりしてました。そしたら本当にタイムはついてきました。嬉しかったです。楽しんで走る、この思いを胸に日野さんはこれからも自分の壁を笑顔で越えていきます。頑張って上に目指して、大会でいい成績を残したいなって思います。大会とかでもすごいいろんな人に周りからすごいサポートされてるんで、それを恩返しできればなって、ちゃんと感謝の気持ちを周りの人にも言えたらなって思います。